皆さんこんにちは、マネーフォア入社2年目の伊藤です。会社を設立するときによく迷いがちな株式会社と合同会社、皆さんはそれぞれどういった違いがあるのかご存知でしょうか。本日はそれぞれの特徴やメリットデメリットを踏まえて株式会社と合同会社の違いを高橋先生に解説していただきたいと思います。高橋先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、マネーフォワード公認ゴールドメンバー税理士の高橋です。早速ですが伊藤君、そもそも合同会社っていうのは知ってますか？あ、聞いたことはもちろんあるんですけど、まあ、知ってることとしてそのアマゾンやグーグルといった合同会社ってところは有名なので知ってるんですけど、なんかどういう形態なのかってところはちょっとパッと言えないですね。合同会社はですね、2006年の会社法改正によってできた新しい会社形態で、2019年にはですね、大体全国で1年間に約3万社の合同会社が設立されてるんですね。なるほど、設立数は結構多そうですね。ちょっとその合同会社と株式会社の違い、ちょっといろいろお聞きしていってもいいですかね。はい、まず合同会社がどういう風な方におすすめかっていうところからいきますと、コストを抑えて、なるべくコストを抑えて会社を設立したいという風な方には合同会社がおすすめです。その理由について、合同会社と株式会社の違いを踏まえて説明をしていきたいと思います。まず会社を設立する時の手続きで行うのが定款認証という手続きがあります。その定款って具体的にどのようなものになるんですかね？定款はですね、会社にとっての、憲法みたいなもので、株式会社の場合は設立時に公証役場で、認証をしてもらう必要があります。定款認証には5万円の手数料がかかります。合同会社の場合はこの定款認証の手続きが不要なので、もちろん定款認証手数料もかかりません。じゃあ、合同会社はその公証役場での定款認証でかかるお金っていうのは必要がないから、その費用がかからないよというイメージですかね。そうですね、まずそこの部分で5万円のコストメリットがありますよね。次に登録免許税ですね。登録免許税は株式会社の場合は最低15万円かかりますが、合同会社の場合はですね、最低6万円になります。定款認証手数料と登録免許税の合計金額で比較しますと、株式会社の場合は定款認証手数料が5万円で、登録免許税が15万円なので合計20万円かかります。で、合同会社の場合は定款認証手数料がかからないで、登録免許税が6万円なので合計6万円ということなので、設立の費用だけで14万円ですね、違いますね。なるほどですね。だから最初に費用を抑えたいという方は、合同会社おすすめですよと言った理由になるってことですね。ちなみになんですけど、定款を電子定款ではなくて紙で作成した場合には、定款に収入印紙を貼る必要があります。この、印紙代はですね、株式会社も合同会社も同じ金額です。4万円かかります。じゃあ紙で定款を作成すると4万円かかるんだったら、絶対電子定款の方がお得ですよね。でもなんか電子定款を作成するのってなんとなく難しそうなイメージありそうなんですけど。確かに、普通の人が電子定款を作成するのはかなり難しいです、でもマネーフォワード会社設立というサービスを使うと、5000円の手数料を払えば電子定款がすぐにできてしまうんです。ありがとうございます。そうですね、今おっしゃった通り、マネーフォワード会社設立だと、5000円で電子定款作成できますし、その設立に関わる書類もフォームに沿って入力すれば自動作成できるので、ぜひご活用いただきたいなと思います。設立時の費用については分かったのですが、他にどんな場合なら株式会社が良くて合同会社がいいっていうところありますかね？はい、まず株式会社のメリットは、一般的な認知度や信用度が高いことが挙げられると思います。信用度の高さを使って取引先をどんどん開拓していこうというような場合には、株式会社を選ぶといいと思います。合同会社のデメリットとしては、一般の認知度がですね、それほど高くないっていうところと、あとはちょっと代表者の肩書きの名称がですね、少し株式会社とは違ってるんですよね。株式会社の代表者の肩書きって何か分かりますか？代表取締役とかですね。そうですよね、名刺とかにも代表取締役っていうふうに書いてあると思います。じゃあ合同会社の代表者の肩書きって分かりますか？それ違うんですね。そうなんですよ、分からないです、ちょっとそれは。はい、
あの合同会社の場合は代表取締役っていうのではなくて代表社員っていうふうな肩書きになるんです、ね、あ、そうなんですね。はい、なんかちょっと代表社員っていうとなんか少しちょっと弱い弱い、慣れない感じがありますよね、はい、そういうところで少し敬遠されることがあるかもしれないです、ね、あ、なるほどです、ね、はい、ありがとうございます、まあ、とはいえ、まあ、費用設立費用を抑えるっていうのは、まあ、すごい大きなメリットではあるってことですね。そうですね、はい、とにかく何でもいいからあの法人格が欲しい、会社が欲しいっていう、器が欲しいっていう人は合同会社がいいと思います、うん、分かりました、ありがとうございます。本日は株式会社と合同会社の違いについて、主に設立費用面の違いを説明していただきました。高井先生、ありがとうございます。ありがとうございました。これから会社設立される方もそうでない方も理解を深めていただけたのではないでしょうか。途中でマネーフォワード会社設立についてご紹介しましたが、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧いただけると幸いです。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またリクエストや質問もコメント欄で募集しておりますので、ぜひコメントしてください。また次回の動画でお会いしましょう。